この前撮った動画で、うん、振り遅れる原因、うん、本当の原因が分かりました、うん、みたいなので、左手を右腕が追い越せないから、うん、振り遅れんだっていう話をしてた時に、うん、あ、左腕踏んないんだねみたいな、したね、話したじゃん、うん、平井弘明のワンナップゴルフ。それで大昔何かの動画で言ってた、胸のスピードがスイングのスピードだからって平井くんが言ってたの思い出して、その左腕のスピードが基準になるというか、だからそうなんだって思ったんだけど、それは合ってんの？それ合ってるとも言えるし、間違いではないけど、そこ深掘りしていいのって感じになっちゃうかな。じゃあもう聞きますよ、それは。いやだから俺していいのかな、してダメなの、聞きますよ。いいですよ。左腕リード、右腕リードってあるじゃない、うん、で左腕リードの人って、うん、まあほとんどの人が胸の回転と同調させて左腕を動かすというか、うんうん、同調してるんだよね、こうやって同じスピードで動いてる、同じスピードで動いてる、うん、だから胸が止まったら、うん、そのまま腕止まる人と、うん、左腕が単独行動する人がやっぱ出てくるわけ、はいはいはい、でも右手リードって、うん、胸の回転関係ないんだよね。あ、関係ないんだ。関係ない。右腕のスピードがこう一番最初に大事としてきて、うん、で次にその振りたい右腕のスピードに対して、うん、合った胸の回転量をするだけなんだよね。だから結果先に胸の回転を意識しないし、ナイスショットが出てた時はそれが一致してるし、うんうん、ナイスショットが出てない時はその腕のスピードと回転量が合ってませんよっていう判断になる。あ、だから打つ前に意識するものではないっていう、結果的にどうなってるかって、うん、そう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 、あ、そうなんだ。じゃあ右手はめっちゃ振るんだ、右手の人は右手はいっぱい振っていいってことだ。そう、飛ばしたい分振ってくださいっていう、でそれにつられて胸が回ってくるって話、うん、そう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 。だけど左手リードの場合は、うん、左手ロックして、うん、胸と同じ一緒に回るから、うん、イコールになるんだスピードが。そう、だから左腕リードの人は、うん、こういうトレーニングをするわけ。ああ、そうなんだ。そう、同調してパワーを生むトレーニングをするわけ。あ、で早く回らないといけない。そう、飛ばすんだったらねってなってくる。ああ、なるほどね、うん、そういうことか、うん、でもね、俺が見てて、うん、アドレスからこうあったがるでしょ、うん、で、こっからここまでの、うん、ここの動きがほとんどの人ができてない、うん、そこのここの動きができてなかったら、うん、左腕リードはできない、うんうん、から左腕リードして右へ行くんだよね、振り遅れるんだよね、うんうん、そこがその同調できてても、うん、ダウンスイングの使い方がちゃんとできてないとダメ、うん、こうなっちゃう、あ、うん、こうできないからね、はいはいはい、左腕リードの人は、うん、こうやって振らないじゃない、振らないね、だから同調させなきゃいけないんだけど、はいはい、それには俺がいつも左脇を締めてくださいって言ってるじゃない、うん、でこっちこうやって畳んでくださいって言ってるじゃない、うん、でそういうのが当てはまってこれれば、うん、左腕リードで胸の回転を主体にして同調して打てますよっていうことになってる、うんうんうん、パワーフェードだろうがストレートだろうが、あ、まあ、スティンガーだろうがライン出しだろうがっていうのができてくる、うん、じゃあ左手リードはそれってことね。そう、右手の場合は、うん、待ってました、ん、待ってました。右手の回ですか。右手の場合はもう胸のスピードとか、うん、回るスピードとか気にしないで、うん、とにかく右手で打っちゃいいんだ。そうで自然に回ってくるから、そう気にしちゃダメなんだ。そう、右手リードの人は、うん、出た球に対して、うん、意図してないドローが出た、意図してないフェードが出たって言ったら胸の回転を変える、そうドローがきつかったら胸の回転を上げる、フェードがきつかったら胸の回転を抑える、でこっちの勝たせ方を変わるから。ああ、そういうことか、うん、何それ、カブトムシ、カブトムシすごいじゃん、モテんだ。カブちゃん、カブちゃんそんなさ出てこなくていいんだよね、動画にね、いきなり。すごいね、すごいよね、すごい、本当にもう田舎なのがバレちゃうね、これ、ほらすごくない、うん、行ってらっしゃい。びっくりした、セミかと思った。いるんだね、まだまだ全然いるけど、 LED になって少なくなったって聞いたけど全然いるね。あ、 LED 少ないんだ、寄ってこないんだ、うん、なんか、うん、出てるものが違うんでしょ、なんか。あ、そうなんだ、うん、どうしたんだろう、カブちゃん、かわいそうだね、ちょっと止まれるところに。
右手リードの人は、うん、出た球の反応で、うん、自分が調整していく胸の回転量。そうするとずっと右はアクセルを踏んでるわけだから同じそう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 、それが分かりやすいっていうかね、うん、じゃあその気にしないで打った時に右手がその胸のスピードより速くなっちゃうのは OK なの、うん、右手リード右手、うん、そうそうそう、あー全然 OK、 それは OK、 ただ、 ただフェード系は打てないよってこと、あ速くなると、あそうなんだ、スピン系とか、うん、ふわっていう行儀いい球は打てない、あそう強くなるって追い越すとね、はいはいはい、で追い越し動員がどう越すと、うんうん、左に引っ掛けるよっていう、へ胸の回転よりも右が追い越すとね、あそうだからあれか、捕まえたい時後ろ向いて打つみたいな、ああいう極端にやるとああいう風になっちゃうとか、なっちゃうなっちゃう、うん、あれが極端な極端な、そう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 、そういうことか、うん、じゃあ反対に遅いと、遅いと球は飛ばないし、うん、ただそのフェースアングルにもよるんだけど、うん、フェースアングルがまっすぐっていう前提だったら、うん、コントロールは抜群にどんどんなってくる、遅れれば遅れるほどこうやって、あそうなんだ、追い越さなければ追い越さないほど、うん、コントロールは要は後出しじゃんけんをがっつりできるから、あアプローチ打ってる時みたいな、あそうそうそう、アプローチがまさにそれ、フェースアングルだけで変えるから、あだから飛ばなくなるのか、飛ばなくなる、だから触れて圧をかけられてスピンが入れられるよってこと、うん、でもフルショットにスピンがかかると飛ばなくなるじゃない、うんうん、でふわって浮くじゃない、うん、だそういう球を必要としてるときはやるし、あフルショットで卓球とかテニスのこうドライブを打つイメージが胸を追い越すときなんでね、はい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 、そうすると殴り球のような強い球が、うん、球も上がらないライナー系の球が出ますよ、うん、胸の回転よりも常に後ろにあるときっていうのは、うん、こうやってコントロールながら、そうコントロールこうやって入れていく、うん、それを分ける、うん、でそれをちょうどよく右手でも体の回転と右腕を同調させて打つのが撮影の時に打つ何でもない無色の球、ちょうど間だろうなっていうイメージで打ってる、うん、だから力感も球筋の変化もないし、俺の中では分かりやすいかなって思ってもらえる球を打つ時はそうやって打つ、うん、どっちでもない時はジャストで打つってジャストで打つ、追い越す追い越さないじゃなくて真ん中で打つんだ、うん、ジャストで、うん、コースでは絶対やんないけどやんない、どっち行くか分かんない、あそうか、そう撮影で言ってるようにどういう球が出るか分かんないから撮影の時しかやらない、あそうなんだ、そう決め打ちできないから、決めてないから、なるほどね、自分で自分の無責任な球みたいになっちゃう、あだからドローだったらドロー、フェードだったらフェードって決めて打った方が安心感がある、うんうん、ってことはアイアンとか、まあ、ウェッジは絶対そうコントロール系なんだろう、だろうけど、うん、アイアンでも割と追い越させないで開いて打つ系のが多くなるってこと、うん、8番ぐらいまでは多いんじゃないかな、7より上はちょっとだけ回転量よりも出すのが強いっていうか早いかなっていう感じになってくる、だんだんこうやって追い越してくるからね、あコントロール系になればなるほど開くようになるってこと、開くし飛ばす系のクラブになってくればくるほど、うんうんうん、追い越しが強くなってくる、うんうんうん、絶対逆転するからどっかで、あどっかでね、それが多分俺の場合は7番8番ぐらい、そういうことなんだね、むしろ上で何もできないからっていうのもあるし、そしたらアクセルだけ踏んであげようっていう、あなるほど、うん、のが楽だしね、そっかそっかそっか、うん、そういうのがあるな、でもそれはあれだよね、プロだからそういう調整してるけど、うん、ゼロに戻ってない人が胸の回転どうのってやったところで意味がないってことだよね、そうインパクトゼロが分からないから、うん、あそっか回転の差も分からない、うん、追い越しすぎてるのか、そう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 、あの開いちゃってるのか、そう、それどこの話じゃないってこと、そう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 、何が開いてるのか、うん、何が追い越してるのかっていうことに なってきちゃう、普段アマチュアはその結果としてどうなってるかぐらいの話になっちゃうと、うんうん、極論言えば、うん、追い越してるを目指してった方がアマチュアの方がいいよね、ああそうなんだ、うん、どっちかといえばね、その次だから追い越さないのは、あそっかそっか、わざと遅らせる、うん、そう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 、コントロールのためにっていう、うんうん、だからコントロールできてない人はコントロールできないじゃない、できないね、うん、だからどんどん追い越した方がいい、追い越したら追い越したコントロールになるから、はいはい、はい、そっちだけの、なるほどね、そうなってきて初めてコントロールに入れるから、ああその度合いを緩めていく、そう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 、とにかくじゃあ右手で体の回転を追い越すぐらいアクセル踏まなきゃダメなんだ、うん、そう一個だけドリル出していい、うん珍しいでしょ普通に構えました、うん、イメージスイング9時3時、うん、で楽にフォローで、うん、ヘッドにつられて右手を伸ばすショット、うん、
これ一生やってて。あ、そうなの。あ、今のは普通のアドレスを、これ9番やね、今、うん、普通のアドレスを取って、うん、でスイングの大きさが9時3時で、でインパクトからフォローにかけて右腕をターゲットにこうやって伸ばす、うんうん、こういう意識、うん、そう、この練習、こんなのはこうやってやらなくていい、もう楽に最後伸びてれば合格ですよっていう、うん、スイング、うん、軸はセンター、うん、このドリルがめっちゃ大事だ。これやると、これやると、うん、結局、うん、何にもしないノーマルスイングが出来上がる。あ、そうなんだ。そう、要はセンターが決まる。これ難しいんだよ。そうなんだ、うん、これでやるんだからなんかを、ね、なんかを一番何もやらなすぎて難しい。でもやること1個だけ、右腕をターゲットに伸ばすだけ。はいはいはい、それだけはやっていいです。そうするとスイングのバランスが良くなる、うんうん、そういうのすごい大事。じゃあ俺の最初に言った胸のスピードがスイングスピードになるのは左手リードの時だけ。そうだね、そうだね、そうだね。左手リードの人に当てはまる。そうなんだ、うん、右手の人は別に右手、そうで、後で胸がついてくる。そう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 。だから大事なポイントとしては胸の回転は右手リードの人は2番目だね。1番目に右手のスピード、うん、で分けなきゃいけない。ついてくると、ついてくる、胸がね、そう胸がついてくる。で出た球に対して今度胸の回転量の調整が始まるって、めっちゃ大事なの。もう難しそうだね。じゃあ難しい。レベル的には、うん、ワンナップで言うと9、10だね。1から8ではない。8、あ、じゃあやらないやつだ。やらないやつ。そこに行かない人もいるから。そうだね、1から8って言ってんだから9と10ないんだもんね。そう、そうだ。それぐらいあの難易度の高いことです。あ、じゃあ意味ない動画でしたね。いそう、意味ない動画、結果論の動画。ああ、よくあるやつ、うん、そう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 、結果的にそうなってる。そう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 、動画。そう、意味がない、意味がない動画です。そういう動画多いです、うちは。そうだね、うん、でもこのお題が出るってことは、うん、そういう判断をしてる方がやっぱいるってことなんだよね。だから登録も疑問に思うんだろうし、うん、そういうのがね、まあ、少なくなってくるとゴルフがもっと楽に感じるようになりますので、あまりこう考えすぎないようにしていただいた方がいいですよ。勉強になりました。すごい、とんでもないです。わかりました。これぐらいでしたら何なりと言っていきますので、しつこいようですが、先ほどのダウンスイングの件はちょっとオンラインサロンの方で詳しくやらせていただきます。よろしくお願いします。はい、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。